アマゾンで買ったやつだな。やばろ。本日。あ、もごとさの。発注して頼んだやつだよ。ゆずポン酢。とさのあるけどな。そうだったな。あれをこうやって。あ、今度キャップの色が変わった。まだいっぱい加減だね。妙がは妙がだって、はい、昭和の、あの戦後数年の人だから何の竿また買ったの？いや、3年ぐらい前に買ったやつ。あのマスターメガ。あ、面白い。あれ去年は1回使ったんですよね、確かに。あれ使ったんでしょ？あれは他の人が1回使った後。ポティッシュ出して、うん、でレモン、ティーを俺は使った。あ、炭酸で、と黙っぽくて、ね、それのもっとどういうことか知ってる？3年熟成。もう最高にいいよ。いい感じになった。アパッチとか、初のアパッチでいい。ホッピーとか知ってるなんだな、もう借りちゃおうと思ってたの。あれはどうせ使わねえから、そう。借りちゃおうと思って。あれ、エース級まだ荒らせますってんじゃないか。はい、おい、佐藤できた。これが菊さん、菊さん、これ、はい、これが叩きだからな。これが、じっざまの叩きです。あれ、渡辺さんないですね。え、いただきます。菊さん、会費をください。はい、はい、食べる前なかった。600円です。600円なんて言わねえで。お釣りがないってよ。ちょっとあります。お釣りのない人は、はい、1000円。はい、1000円、はい、はい、そのまま、そのまんま。かっこいい。さすが稲葉さんだよな。こっちはもうなくなっちゃったんだよ。俺んち店で言ってたんだけど。いただきます。アルコール持ってたの？コーラのあれで、コーラをホットでしたやつ。どう？バッチリ。あ、お釣り来ました。お釣りが。やったじゃん。ありがとうございます。